牛田里次第は日本のピアニスト。福島県いわき市生まれ、愛知県名古屋市育ち。生後間もなく父親の転勤により、家族と共に上海に転居する。小学校入学時に帰国のため愛知県名古屋市に転居し、名古屋市立笹島小学校を卒業した。1歳の頃から電子ピアノをおもちゃ代わりのように遊んでいたが、3歳の時に、 ローアキラやユンディリの演奏を収録した DVD を鑑賞して夢中になり本格的にピアノを始める。幼稚園の時に父親からピアニストになる目標に対して一度は反対されたが自分の人生なので自分で決めさせてほしいと父親を説得した。2012年3月日本人クラシックピアニストとしては史上最年少の12歳でユニバーサルクラシックスより デビューアルバム、愛の夢を発表し人気を得る。同年7月、東京オペラシティにおいて、デビューリサイタルを行う。以後、日本各地で、精力的にコンサートを行っている。当初リサイタルでは、プランクの曲と中国の作曲家、王立さんの曲を機に、入り必ず演奏していた。2013年9月からは、ショパンとリストの作品を中心にリサイタルを行う。 2014年、自身初となる海外アーティストと共演。2015年には、ミハイル・プレトニョフ式ロシアナショナル還元楽団と、2018年には、ヤゼク・カスプシク式、ワルシャワ国立フィルハーモニー還元楽団との日本公演を行う。また作曲も行い、2012年秋に国立新美術館で開催された、リヒテンシュタイン展のテーマ曲を担当した。 ありがとうございます。